回はチア湯の甘露煮の作り方をやっていくので、最後までご視聴ください。使う食材はチア湯、お酒、みりん、醤油、たまり醤油、ザラメで、ザラメがないときは砂糖でも大丈夫です。あとは木の芽です。最初縦塩を作って、お酢を少し、ここに血合いを入れて3分くらいぬめりを取っておきます。この間に鍋にお酒を150、みりんを大さじ2、醤油大さじ2、ザラメ大さじ 1.5 入れて、火にかけてザラメが溶けたら一度火を止めてから、ここに血合いを入れて再び火にかけて、火加減は弱火の強めでこのくらいかな。血合いは5月から6月くらいにしか出回らないので、見かけたらぜひ作ってみてください。アルミなどで落とし蓋をして、最初に12、3分煮ていきます。このくらい煮ていくと身がふっくらしてくるので、ここにたまり醤油小さじ1を足して、火加減を強火にして煮汁がなくなるくらいまで煮詰めていきます。煮詰めていくときに時々鍋を揺すりながら焦がさないように注意してください。煮汁の泡が大きくなってきたら、ここに粉山椒を振って数回鍋を振って火を止めます。盛り付けていきます。器に血合いを持って、木の芽があれば木の芽を添えて、お好みで粉山椒を振ってもいいですね。これで血合いの甘露煮の出来上がりです。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録の方もお願いします。